になっていたビクトリアン・メイデンさんの過去のお洋服をネットで見つけたので通販しました。この瞬間が幸せ。うちにやってきてくれてありがとう。こちらはベッチンビクトリアドレス。まだ余りばかり着ていて、メイデンへの物心が芽生えてなかった頃に発売されたお洋服。付け袖がついてる。早速試着してみました。バレリーナみたい。想像以上にベッチンのツヤ感が上質で、スカートのシフォンとの異素材切り替えがめちゃくちゃオシャレ。そしてここ見て、胸元にぐるっと一周入ったギャザーからのクジャクの羽のようなレース、エレガントすぎない？このままクリスマスパーティーにお出かけしたい。そしてこちらをイチーズティーパーティードレス。参加と展開があったうちに別の方をお迎えしたので、余力がなくて買えなかったお洋服。ワンシリーズ一着が限界だった。こちらも試着してみました。賢そう。羽ペン持って机に向かいたい。そしてお袖のこのふわっと膨らんで、一回キュッと締まって、もう一回ふんわりしてキュッと締まるメイデンライン。腰の部分のコルセットベルトみたいなデザインもスタイルよく見える。リボンを外すと可愛い前立てがより引き立ちます。どっちもすっごく可愛い。みんなもあの時買っておけばよかったなって後悔してるお洋服ある？選べなかった過去のやり直しって感じがするし、新しい出会いもあるし、古着ってありがたいよね。また素敵なお洋服とご縁がありますように。